皆さんいいお顔になりました。なんか睡眠をとったかのような感覚になるでしょ。疲れ取れますよこれだけで。王子ってどうやって疲れ取ってるんですかね。寝転ぶだけです。でこれを今修正かけてだいぶまっすぐなったんです。だからそれだけで立ったら地に足勝手につく、地に足つけようと思ってないのにつく、さっきより軽いという現象が起きる。正しく寝転べたら必ず立つの上手くなりますので、僕らの運動の原点が寝転ぶでしょ。よく考えてください。あの日あの時あの瞬間、生まれてからの瞬間を思い出してください。たった3年前赤ちゃんとして皆さん生まれたはずです。おぎゃーおぎゃーって生まれてから何しますか。7歩歩いて天上天下唯我独尊って言った人いないね。それ釈迦って言うんですよ。皆さん絶対生まれたら寝転んでたでしょ。生まれていきなりうわっしゃーたばこおかん、おっぱいより食べ物がうまいわないでしょ。生まれてから必ず寝転んだじゃないですか。で寝転んで立つための準備をいろいろしてるわけですよ。であの時何を赤ちゃんやってたのか、そんなとこも僕は体研究してきたんですよね。で赤ちゃん理想的はザッ寝てるやん。であれに立ち返る必要があるね。ここに立ち返る。ほとんどの世の中が姿勢作り言うたら、例えば座って姿勢作りするとかね、立って姿勢作りするとかやん。もうそんなん無理やね。だってそもそも正しく立てない運動神経身についちゃってるのに、それを立ちながら修正かけるって無理がありますよね。だから僕の発想は世間とちゃいまして、赤ちゃんに帰ろうなんです。赤ちゃんに帰ろうって赤ちゃんプレイをやるみたいなんで赤ちゃんの体の状態に戻るように持っていこうってことなんですね。できるだけゼロにするっていうことなんですね。今ここをテーマにしてやったわけです。で寝転び方が上手くなったら赤ちゃんの成長過程を思い出してください。寝転んでますよね赤ちゃん。その後何する。そう、逆立ちしますよね違いますよね。寝転んでたら寝返り打てるようになって、ずりばいしてハイハイしてお座りしてタッチ、その順番でしょ。それ逆の赤ちゃんはいますか。いないでしょ絶対。それ法則やん。原点なので、これが上手くなったら寝返りの仕方上手くなる。じゃあ、ね、寝てる時にいい寝返りを打つので、また疲れが取れんねん。寝転んで寝返り上手くなったら四つ這いの状態上手くなるんです。四つ這いが上手くなったら座るの上手くなるんです。お座りがで、タッチ上手くなるんです。だから原点から直していくってことです。何やっても姿勢が回復しないとか、腰の痛み取れないとかっていう人もこっから見直してみるといいし、絶対見直した方がいい。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。